明けましておめでとうございます。2023年がいよいよ幕開けましたが、皆様どんな思いで今年をお迎えになられたでしょうか。楽しいことをたくさんやりたいな、そんな胸を膨らませて今年を迎えていただければ嬉しいだと思いますが、本当にこの3年間続きましたコロナウイルス感染、未だに収まることはなく私たちの生活を脅かしている。また社会情勢も大変厳しくて、未だに戦争も終わらず、そんな中で私たちの生活がどん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 変化しています。こんな厳しい環境の中でも今期も300億円を超える売上を達成することができたことは、本当に何よりも皆様が人を大切にし、そして毎日を大切に生きてこられているという結果だと思います。そのことに関して心より感謝申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。私たちは昨年いくつかの企画を開催してまいりました。1月から恒例の全国ディレクター会議には多くの方が参加されましたし、また3月の春の会九州で行いましたが、こちらにも多くの方が来ていただきました。そしてさらに皆さんに 4days が持っている全ての製品を見ていただこう、そして少しでも興味を持っていただこうと思ってプロダクトエクスポというのを開催いたしました。そして昨年11月にはいつものように1年間頑張っていただきました方々をご招待して横浜で全国大会を開催することができました。3500名の方々が集まっていただいて、その一堂に会した感動は今もなお私の胸を熱くしてくれます。台湾の方々がこの大変な中に来てくれたことも、私たち日本のメンバーにとっては、あ、世界は変わっていくんだなと、何とも言えない勇気をもらった場になったのではないかなと思っています。さて 4days には何と言ってもアジェンダという大きなイベントがあります。それは共に集まり、共に感じ、共に成長していく、そういう意味ではアジェンダというのは、自分の生活を一旦置いていただいて非日常の中で自分自身のことを考えていただく大切な時間を皆様方と作っていきたい、それが 4days のアジェンダです。今までネットワークビジネスという人と人とをつなぎ、そして人と人とがこの流通を通して成長していく、人を大切にすること、人との関わりを持つということが人生にとっていかに大事で、いかに豊かにしてくれるかということを、この流通を通して私自身も学び、そしてまた皆さん自身も学んでいただきたいなと思っています。人生を豊かにする最後のステップはやっぱり人との関わりだと思います。やっぱり我々の一番大切なことは、人にとって誰にとっても価値のあるものを提供しなければいけません。それが私は目に見える製品だと考えます。昨年の12月の8日なんですけれども、東京で国際栄養学会議というのが開かれたんです。この会議にシルバースポンサーという形で参加させていただき、拡散栄養の新たな展開というタイトルで研究している先生たちと一緒にシンポジウムを開催したんです。こういったことをしながら、私たちが提供している製品は数々の大学で研究して、その原材料を通して製品作りをしている、そして100年続いていくものづくりになっていくんだと思います。最後になりますけれども、今年は松尾芭蕉が語っています不易流行という言葉を大切にしたいなと思います。変わらないものを大切にし、そしてこの時代に合わせて変わっていかなければいけない。 4days が大切にしたいもの、それは人と人とのつながり、そして何よりも人生を豊かにする、今与えられた時間を幸せに生きていただきたい、同時に人と集まることによってその思いはもっともっと広がる、この変わらない人と人とが触れ合うからこそできる共感というものすごいエネルギーを大切にする、そしてこの時代だからこそ皆さんを驚かせる 4days を作っていきたいと思っています。今年は年の初めから思いっきり走っていきたいですし、皆さんの一人一人の幸せがあるからこそ100年へ続く 4days となっていきます。それでは2023年、皆さんの笑顔をいっぱい作っていきましょう。 Let's 4days。